おはようございます。任天堂 DS 版おいでよ動物園。ちょっと久しぶりよね。今回は、てか前回ね、コメントで教えてもらった。フルーツ、果物はここまとめられるとかいうのがテクニックがあるらしくて、俺は3個、3個 ?1 回の木、1個の木から3つ取れるから、まあ最高でも10個。木10本から取れた30個以上持ってへんと思ったけど、5個まとめられるんで、どうやらもっと持てるらしい。往復分解数減るよね。ああ、助かる。皆さん、雪まつりです。雪まつり。何するんやろ。なんか、どのおうちの電飾、電灯が綺麗か。1、2、3、4、5、6、7、8。新しい人来てるよね。チョモラン玉とか。お、なんかプレゼントもらった。でんでんでん。お金もね、ちょっと溜まってきたんやけど。読む。おめでとうございます。ポイントが300溜まりました。あなたはビギナー会員に認定。母より。物足りないお金なさいを言う回数、倒産だけじゃ一日一度、些細なことなんだね。野菜。ちょ、なんか、来るもんがあるね。商店の模型。商店の模型。今、部屋に行ける数がちょっと少ないんで、まあ、部屋は狭いんだよね。なんで、プレゼントにして、メッセージ、手紙のとこにくっつけとくと。あんな感じで。さあ、試すか。もうちょっと集めて帰ろうか。草抜きとかもね、丁寧にやっとかなあかんと。あ、そういえば、リサイクルショップじゃない、リサイクルボックスに、何かしらあるんじゃないかな。不用品回収。今日は、あれ、なんもないぞ。回収されてんのか、すでに。試してみるか。よし。はい。全然、まとめられへん。あれ？ 5個まとめられなかったですね。あれかな？新しい動物のスイッチのやつだけかな？朝。花とか植えては見たけど、どうなんやろうね。あんまり求められてないかもしれん、もしかして。あれ？まあ、そんなことよりも果物が、まとめられない。コツ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 。まず今日は借金返済に向けて頑張っていこう。ほい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 。全然まとまらへんな。あ、果物って1個500ベルぐらいやったような記憶があるんやけど、これ、自分の村で取れた、自分の村産、だから俺のとこやと桃か。桃は100ベルで、他は100ベル ?100 ベル。100ベル。ダンダンダンで、みたいな。リンゴとか他のね、俺、自分の村では取れへんようなのは、300とか500とか、500はないか、さすがに。こんな感じなんかな。それとも、桃しか取れへんのかな。ちなみにこれ、どうやって他の人が村に来たり、他の人も村に行ったりするかっていうと、多分、すれ違い通信なんで、絶望的よな。まず最初のローンは、いくらぐらいに、確か1万7000とか8000やった気がするのね。1万7000、8000なんで、まあ、もうじき、
地道にコツコツね。ただ、本日販売の、アイテム、あ欲しい。灯籠。あー、1900か。買うしかないな、でも。いや、植物、これもいいな。ゴムの木。ゴムの木ね。で、そして、どこで、チェス、ポーンか。黒のポーン。黒のポーンがあるってことは、他にもあるのかな。とりあえずは、どうすかな。12000になってしもたんやが。ほら、木植えていく。あの夏とか春夏秋の虫に備えて木を植えておくとかも、まあ、いいのかなと思ってるもしたけど、まあ、今は別にそんなに急いでは別に、いらんと思うけどな。今日は桃回収をして、もうこれは終わりそうやね。10人喋ってもいいけどね。ちょっと見に行くか。カンカンカン。ハニマ。ピーチクってこれ女の子なんや。中村のみんなは歌が大好き。役場で村を見て役してムタメロを書き、ムタじゃん、村か。書き換えればいい。そんなことができるのか、村メロディ。結構これもやり込み。ちょっとずつ、ね、編集していって、変えていって編集していってみたいなのができるのかな。お、久しぶり。ダルマン。雪祭りもまだ中盤って感じだけど、どう見ても俺より渋い電飾のやつはいないと。雪祭り。あ、そういえばおじいちゃん。村長。うん。綺麗ね。今日、これあれから毎日投票できる感じなんかな。こう伝えといてあげる。で、あげとい、伝えといたら、ね、伝えてもらったら、だから、関係値が上がる。どの家も、まあ、違いはなさそうやな。でん、でん。家の周りとか、花、植えといてあげてもいいかもしれない。ここら辺とか、こう、今入り口のところあれやけど、後ろもね、後ろもこの見えへんところも力を入れると。でん、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 よし、これを打ったら、打った後、役場で借金を返済すると。そして残りどんぐらいか、確認して、お、魚おるな。あれ。トントントン。いやなんか。いやー、箸で見えへんかったけど、音があるから。濁い。トントン。トントントン。傘とか、これはウサギの被り物やね。あー、1600かぶっとくか。かぶるしかないな。はいはい、どうでしょう。まあ俺が思ってたほど可愛らしくはないないが、傘とかも、傘とかも買っといたらええんかもしれんね。ちょっと持ってるね。図鑑コンプリートって考えると、毎日ね、しっかり、買った方が、
持ってないやつは買って買って、まあ、いらないやつは売って、手にした方がいいんかもしれない。ただまあ、結局は長期戦になると思うんで、そんな焦らんでもいいかなって気もしますと。引っ越し？ちょっと待って。こっちか。ローンの返済。はい、ローンの振り込み。18,400。これでいくか。はい、残り5,405。あー、もうちょっとやな。ありがとうございました。お疲れ様でした。次回は、5100、5200くらい貯めた状態で、ローン返済して、うおー、やったーっていうところで、ね、そんな感じでいきたいと思います。じゃあ、おやすみなさい。